ございます。時刻は7時を回りました。9月7日水曜日、モーニングクロス、宮瀬真由子です。榎本レミです。今週は堀さんが夏休みということで、今日も私と榎本さんという番組をお送りしていきたいと思います。はい、お願いします。堀さんはリオでね、元気に取材を続けているということですけれども、はい、今日も後ほどね、はい、動画で登場しますので、はい、お電話でもつなぎたいと思います。はい、それでは本日のゲストはこちらの三角です。おはようございます。はい、おはようございます。お願いします。私ちょっと緊張していますから、お願いします。またまたそんなことないよ。プロフェッショナルだから大丈夫です。形だけはこういう風にしてますけれども、皆さんのお力添えあってこそですので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて田中さん、今日はいかがでしたでしょうか。いやでももう二方と、あとね、安田さん黒田さんのこのチームワークですごいね。もう、あの堀さんに伝えなきゃ、もう向こうで三番があると恋に落ちてしばらく来なくて大丈夫だよ。三番があるのね、写真もね送ってほしいですけどね。レイチェルさんいかがでした。二回目の出演ですごく楽しかったんですけど、堀さんもなんかね楽しそうに取材されてて ね、お元気でよかった。はい、今日から明日からですね。そのニュースもお伝えしたいと思います。そして高見さん。いや本当に華やかなスタジオで、女性が注目したニュースっていうのもあって、非常にこう、なんていうか、いい感じに、はい、いい風が、いい風吹いてました。そうですね、今日一日頑張れそうな気がします。台風も吹き飛ばしちゃいましょう。はい、そして榎本さんがアシスタントで、はい、あの横で支えてくれましたが、明日からは、明日からは、はい、あのインフォメーションの安田さんと交代するので、はい、はい、私は今日まで。ありがとうございました。ありがとうございました。そしたら、いってらっしゃい。いってらっしゃい。